イギリス人超聞きづらいね。まあ、なんかたくさんいる回だなと思いました、ね、うわこんな表現出してくんだとか、うわこんな言い換え、こんなの場面絶対浮かばないでしょ頭の中に。そうで始まりました、もてつチャンネル。さあ受けてきました第284回トイック L&R 公開テスト、12月19日のものになりますが、まあ、今話題のねあの大学で受けてきましたけどまああの大学の椅子嫌いなんだよね。温度と消毒のやつあったけど、人でもやってたし機械でもあったけど、なんか両方使わないでみんな入っていくっていう謎の状況でしたね。何のためにあの人持ってたんだろう温度計。はい、という感じでなんだかよくわからない。でしかもエレベーターみつみつ状態で、はい、行きました。あんまりなんかもう気にしなくなってんじゃないかなとちょっと思ってますけど、あ、ただなんか受験票にこの持ち物チェックみたいなのついてましたね。マスクが入ってましたね、その持ち物に。で、まあ大きな教室行って、で、また一人二人、一人二人っていうなんかジグザグみたいに座るやつだったんですけど、ああ、もうね、100% なんですよ。もうこの2年間、このコロナ禍になってから、絶対二人掛けのとこですね、僕ね。一人掛けのとこに当たったことがないっていう感じなんですけど、まあ当たってたかな、いや、ないと思うんですけど、はい。それごめんなさい、ガタンガタン動かしちゃった時、横の方。っていう形で受けたんですが、さてどうだったのか。感想なんですが、取れたと思うけどな、満点。これ言ってなかったらやだなって感じです。言っててほしいという感じ。ぶっちゃけね、パート4とパート7は難かったですよ。難かったけどできてほしいなっていう感じです。はい。では、感想ですね。あ、そうですね。先言っとかなきゃいけないですけど、同じフォーム受けてるとは限らないですからね。別のフォームの問題を解いている可能性がありますので、はい。複数ありますから、トイックって。パトワーは優しかったですね。まあ、基本的な表現だったんじゃないかなと思います。引っ掛けの選択肢には難しい表現は出てましたね。でも、正解のものにはなかったんで、まあ、いけたんじゃないかなと思います。だから、優しめ、ね。で、パート9は、まあ、やや難としておきますね。今回ですね、わかんない。過去に出たことあるかわかんないんですけど、イギリス人超聞きづらいね。そう、今までこのチャンネルで何回も話してきたイギリス人ですね。早いわーっていうイギリス人とは別のイギリス人です。ボソボソ喋るイギリス人。なんかすごい暗く感情なく、ボソボソ喋るから非常に聞きづらかったですね。やっぱその人が担当のやつは2も3も4もうってなった箇所がありました。はい、だいぶ、で、やっぱ変化球ですね。変化球のところで悩む。まあだから横に座ってたね。おじさまがですね、非常にわかりやすかった。もう、これだって正解がわかった時はもう自信満々でフシャーって塗るけど、あ、すげえ、この変化球むずいなって思う時は、やっぱね、塗らないの。正解が出てきても。簡単な問題はね、もう正解が出てきたらフシャーって塗るんだけど、あー、やっぱ今の問題むずいんだなっていうのがよくわかった、その音で。だから変化球がやはり難しかった。ナレーターが多かったよね、だから今回。旧ナレーターなのか、まあ、新ナレーターなのかっていうので、ごちゃ混ぜにいるから、オーストラリア人も複数いましたよね、確か。アメリカ人女性も複数いたと思うし、まあ、なんかたくさんいる回だなと思いましたね。で、パート3はまあまあ普通かな。できるかなと思います。その、新しいボソボソのイギリス人女性は聞きづらかった。大変でしたけど、まあ、なんとかいけたかな、という印象。ただ、パート4がね、難かったんですよ。そう、だからパート1、2、3と来て、よし、1問も間違ってない。お、完璧に来てるっていう感じだったのに、読んで、しょっぱなから、え?ってなったんだよね。むずってなって、聞き逃したかな多分っていう感じで、その後の問題がこう出てきた時に、あ、嘘、もう3番目の問題の答えが出ちゃってんだけど、え、2番目いつ出た?みたいになっちゃって、いや、あれは困った。で、2セット目に来て、うわ、2セット目もむずいじゃんってなって、しょっぱなからこんなむずいの組んだって思って、で、どんどん進んでいくにつれて、うわ、こんな表現出してくんだとか、うわ、こんな言い換え、こんなの場面絶対浮かばないでしょ、頭の中に。っていうようなのが出てましたね。いや、状況わかんないですよ、普通の人が聞いてて。面白かったけどね。聞いてて、ああ、面白、こんな内容出てくんだって思って、やったのもありましたね。あ、パート3にも確かすごい難しいのが1個あった。状況わかんなくね、こんなのっていう。やはりね、場面が複雑になってるとか、様々な場面が出てくるっていうのが印象的です。
はい、だからさまざまな場面が出てくる。だからこんな職業出んだとか、こんな場面出んだっていうのがあるんで、でそれとともにやっぱりそんな単語も出してくるの、見慣れない聞き慣れない状況っていうと、その聞き慣れない単語見慣れない単語が出てくるんですよ。それは今回すごく感じました。パート4とパート7でむちゃくちゃ痛感しましたね。はい、続いてパート5です。これは優しい、優しめですね。すごい早く終わった。5分かかんなかったかな。なんだこれ、超簡単じゃんと思いながら、もちろん引っ掛けは用意されてたし、構造ちゃんと分かってないと解けない問題が出てましたよ。出てたけれども、いつもよりは全然優しめだなと思った。最後まで難問に出会わずに行った。まあ、前置詞とかは当然知らない人が悩んでたかもしれないんですけど、自分は悩む問題はなく行ったんで。で、パート6。パート6もやや優しめかな。1問、やっぱ消去法じゃないと無理かなっていう文挿入問題はありましたけど、それ以外はもうさっさっさっと解ける感じでしたね。だからなんか時計あって、もうこの2つですげえ早く解け終わったから、あ、なんだもうこれ超余裕だから、パート7超ゆっくり解いた。まあもうこのペースでいったら20何パーもあるから、だからゆっくりやろうって言って、ゆっくりやってったらパート7がむずかった。一個一個吟味しながらやってたらね、結構時間かかった。やっぱりややむずいっていう感じですね。時間かかっちゃうね。結局8分ぐらいだったもんね、余ったのは。20何分の貯金があったのに。やっぱこれ合ってる？これ言えるとか、この表現こう解釈したらこれも正解じゃないみたいなのがいくつかあった。やっぱ隠されてるね。みんな見逃すとほんと大変。答えがねえねえねえ、どこだどこにいたっていうのがいっぱいあった。やっぱりで基本的に文章を 2,3 回ずつ読んだね。全部今回余裕があると思ったんで、だいぶ読みました、たくさん。まあそれでも終わったんで、まあよかったかなと思いますね。ちょっとあんま納得いかない問題はあったけど、いくつか。まあでもこれしかないかな。引っ掛けはやっぱり、厄介。ちゃんと引っ掛かるようになってる。ここにこう書いてあるから、こう勘違いさせるみたいなのが多かった。でも表現が難しい。やっぱ今までのトイックの中でも、受験生が知らないであろう表現がだいぶ多かったっていう印象ですね。受験生が知らない表現がたくさん流れたし、選択肢、正解の選択肢にも難しい表現が出たりとか、本文中のその表現の言い換えにこれがなるっていうのは分かんないだろうみたいなのがあった印象ですね。なんだこの表現っていうのと、なんだこの状況っていうのが結構ありました。後々考えて、ああはいはい、これねって浮かんだりしましたね。途中読んでいって。皆さんはどうでしたか？ぜひコメント欄でですね、で感想をお聞かせください。そして、18時からはいつもの通り反省会ライブやりますので、そちらもよろしくお願いします。お知らせ、まあ、武田塾イングリッシュ開講しましたんで、そちらもよろしくお願いします。そして、オンラインのベーシスですね。やっておりますので、はい、どちらもよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 今、僕が首席講師を務めます、ベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また、個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。